森下うそん耳隠しの女1なんて失礼なことをおっしゃるんです。制作を見せるなんて人を誘い出して。私、こんなところには一時もいられません。そう言いながら、つと椅子を離れた女の顔はすごいほども青かった。 キリッと結んだ唇怒りに燃ゆるその眼差し彼女の心臓は激高と恐怖に震えおののいているすみこさんそういったものでもないでしょう僕だって冗談に恋をしているんじゃありませんからねこうしてあなたに打ち明ける以上十分に腹は決めているんです帰ろうったって返すものじゃありませんよ男は、 椅子の背によっかかったまま肉々しいほども落ち着いた調子で言うこの家にはあなたと僕とよりほか誰もいないのです女中も夜の10時までは帰ってこないんですだからあなたがどんなに声を出して呼んだって誰にも聞こえはしないんですと言って僕は何も乱暴をしようというんじゃないんですがね私 そんなことを聞いてはいられません失礼します女は目の前の手提げを取るとドアの方へ向かってつかつかと歩き出したお待ちなさい。声と一緒に弾かれたように立ち上がった男はつかつかと女の行方に立ちふさがって威嚇するような目つきでじっと女の顔をにらみながらすみこさん あなたは僕に恥をかかしてよくそのまま帰ってよかれますね男には意地というものがありますよ面目というものもありますよ僕はあなたを脅すために担当なんか出したんじゃないんです僕は要求が入れられなければ死んでしまう決心ですしかし僕は一人では死にませんいや一人では死ねないのです あなたは、気でも狂ったんですか気も狂ったでしょう。恋した女に救われなければ、死によって救ってもらうの他はないのです。すみこさん。ぼ、僕と一緒に死んでください。つまらないことを言うものじゃありません。どいてください。私失礼します。どくものですか。さあ。 一緒に死んでください。僕の命も僕の芸術もあなたを別にしては存在の意義がないのですさあこの担当で死んでください何をなさるのですよあなたは男の手がテーブルの上に投げ出された担当に触れようとした刹那、つとそれを払いのけた彼女は危険と見て素早く自分の手に取った 危ない男の叫ぶ声がしたと同時に彼は担当を取り戻そうとする女は我が身の大事それ渡してはと逃げようとするがその時早く男の手は担当の鞘をぐっと掴んだ女はなおもやるまいともがくその一瞬鞘を滑った白人一線。 おっという叫びと一緒に男は両手を胸に当てて仰向けざまにバタリと倒れた真っ赤な血潮が白いチョッキを染めながら傷を抑えた指の下からダクダクと吹き出してくる驚きのあまり呆然として突っ立った女の手から担当がポタリと落ちたその拍子に 彼女は初めて夢から覚めたように部屋の周りを見回したそして誰も見ているものがないのを知るとほっとしたふうで再び死体の方に目をやった刃は心臓でもついたであろうその顔は血の毛もないまでに青ざめてわずかに指先と足のつま先をビクビクと動かしているばかりもうどうすることもできないように思われた 恐怖と困惑に怯えながら突っ立っていた彼女はやがて何事か思い消した風で電灯の下に右手を差し伸べて指についた血痕をハンケチで拭き取ると今度は羽織の袖口から肩の辺りへ飛び散った血痕を隠すために用心深くペールをその上にかけてそーっと扉を開けながら足音を忍ばして 階段を下へ降りて行った洋画界の重笠井刑二氏が何者かに殺害せられたという方が所轄神楽坂署に知れさらに警視庁に伝わったのはその晩の10時であった所轄署はもとより警視庁からは小森捜査係長が2名の刑事と鑑識課の委員を連れて 牛込南町の井市邸へ急行した付近は閑静な屋敷町で事に夜も遅いこととていつもよりひっそりして人通りもない町であるが9時半過ぎに帰ってきて主人の往診を知った女中が叫び声を上げて交番へ駆けつけたというので早くも近辺の人たちの耳に入って係長一行の自動車が着いた時には門前はいっぱいの野獣まで。 巡査が声を枯らして追い散らしていた強行が行われた現場は玄関を突き当たった階段を上っていくと右側の書斎で加西井氏は中央にあるテーブルの傍ら正確に言うと入り口の扉の方に近いところに東を枕にして仰向けざまに倒れていた現場には格別これといって格闘したような模様はなかった 傷口から見ても無論ただひとつきに心臓をやられたものらしくそれは床の上に落ちていた凶器によっても察せられることであった順序として女中の他に歌人といっては誰一人もなく笠西氏は38歳の今日まで独身生活を送っていたのだ語るところを聞くと笠西氏は「今日は外出をしないから」 親元へ帰るなり遊びに行くなり夜の10時までは自由にしてよいとのことで彼女は昼過ぎから出かけて9時半に帰ってきたが玄関の戸が開けっぱなしになっているのに開花は真っ暗で明かり一つついていないので不審に思ってそのまま2階へ上がって行くとこの始末なのでただもうおったまげて交番へ訴え出たのだという ところでだんだんと落ち着いて考えてみると主人はうちにいる時はいつもガウンを着ているのにちゃんと外出用の背広をつけているところを見ると「外出はしない」と言ったけれどもやはり外出をしたものと思われる。がさてどこへ行ったのかそして一人で帰ってきたかそれとも二人で帰ってきたかは女中にわかるはずがなかった。 普段どういう人が出入りをするかと聞いてみても付き合いが広いのでいちいち覚えてはいないが女の人が多く中でも吉上太田難度という人は始終のように出入りをしていたという要するに年を取った女中の陳述からは犯罪そのものに関する手がかりは何一つ得られそうもないということになり結局現場の検証によって何らかの確証をつかむか それとも他の方法によって犯人の見込みをつけるのほかはないこととなったがそれがなかなか容易ではなかったいやさよう言うよりもむしろ絶望であったという方が当たっているというのはまず第一に殺害の動機とみなすべきものが全然なかった家じゅうを調べたが盗まれたものが何もない したがって物取り強盗とは思われないそうかといって火災氏は人に恨みを受けるような人物とも考えられないすなわち一種遺恨でもなさそうだ第二には犯罪捜査の手がかりが全然残されていないつまり犯人の遺留品が何一つない それに殺害に用いられた凶器に残った指紋がすこぶる鮮明を欠いているかすかに残っているところを見ると手袋をはめてはいなかったらしいしかし指紋を後へ残さないように苦心をした後はありありと伺かがわれるつまり犯人は巧みに証拠を隠し寄せていたのであるがただ一つここに疑問となったのは それほど巧妙を極めた犯人が何故凶器を現場へ残していったかということであった指紋はなくとも凶器そのものは捜査官にとっては何よりも重大な手がかりであるそれを打ち捨てていった理由がわからないということは捜査係長はもとより誰しもの頭に真っ先に思い浮かんだことであったしかし女中の証言によって それが火災氏自身のものであるということが判明するとともにその疑問は釈然として解けた凶器が火災氏のものと分かると同時にこれは他殺ではなくて自殺かもしれないという疑惑が生じたけれどもそうすれば担当の塚に火災氏自身の指紋が残っていなければならないはずだのみならず医師の診断によると 傷口並びに狂気の刺さった深さと方向から見て決して自殺ではないとのことであったなお医師は傷口から見て犯人は2度もしくは3度に突き刺したもので察するに最初の一撃によって打ち倒れたところをさらに乗りかかって突いたものと思われるでなくて格闘しつつ三度も突いたものとすればこうまで巧みに1つところを突き刺せるものではない それから凶行は2時間ないし2時間半前と推定するすなわち午後8時から8時半の間であるという弾丸を下した結局火災画伯の死について現場に臨んだ警察官がその夜のうちに知り得たことは以上の事実にすぎず犯人が何者であるか凶行の動機がどうかというようなことは全然不明で事件は 臨検のその場からすでに迷宮に入った形であった3警視庁の自動車が火災艇へ着く1時間も前のことである四谷見附から新宿の終点へ向かって電車通りをまっしぐらに走ってゆく1台のタクシーがあった 終点間近の人混みへ来るとやや速力を緩めたその車が交番の横丁を左へ曲がってピタリと止まると背のすらりとした頭を耳隠しに打った二十四五の女が運転手の手に投げるように一枚の札を握らしてすぐ向こうに見える武蔵野アパートメントの中へ駆け込むように消えていった女は急ぎ足で階段を駆け上がると 廊下に沿って一番奥まった部屋の前に立ってコツコツとドアをたたいた「お入り」と中からしゃがれた男の声がした扉の取っ手をねじると彼女は一度後ろを振り返ってみてついと部屋の中に入ったそして書き物やウイスキーの瓶が乱雑に取り散らされたちゃぶ台兼用らしい宅の上に腰を下ろしながら もう寝てるの早いのねまだくじを打ったばかりじゃないの。と甘えたような声で言ってああ、彼がなぎゃ寝るより他に用はないさ男は毛布をはねのけてむっくりとベッドの上に置き直った相当に汚れのついたどてらを着てしばらくひげも当たったことのないらしい。 一見して高等遊民の卒業生とでも言いたい35、三十五六の大男である。しかし珍しいね。センちゃんが今頃やってくるなんて。そうね。どうせ用がなきゃ、こんなところまでわざわざ来られはしないわね。用って、何か上手い仕事でもあるのかい。悟りがいいのね。 一生遊んで暮らせるようなうまい仕事を見つけたんでねお前さんにもいくらか分け前をあげようと思ってわざわざタクシーを奮発してきたんだよそいつはありがたい一生でなくとも一月でも結構なんだ一体どんな話だいカンさんすっかり話をするからね驚いちゃいけないよ 耳隠しの線香は辺りをはばかるふうで暗い窓の外を気にしながら急に声を低くしてあのね笠井さんが殺されたのよう男は口をポカンと開けてしばらく言葉もなかったがあの洋画家の笠井さんがかいちょっとこれは眉つばのだぜ。 あるばる嘘や冗談を言いに来るものかね私たった今殺されたところを見てきたんだものえ見てきたどこで牛込めのうちでさなんだが本当のように思われないな思われなくったって何だって私初めからしまいまですっかりこのまで見てきたんだから嘘も本当もない話さ 今頃お巡りさんが必死になって騒いでるでしょうよそうまだいやまさか担ぐんでもあるまいな一体どうしたと言うんだれカンさんと呼ばれた男はいつの間にか寝台を降りて女の前に腰をかけながらじっと相手の顔を見つめたそれがさこういうわけなの私ちょっと用があったので7時過ぎに笠井さんところへ行ったのよ するといくら声をかけても返事がないのでそのまま上がっていったのさと2階の書斎で笠西さんが誰かを口説いている声が聞こえるじゃないの私これは面白いと思ってそっと書斎の入り口へ近づいて扉の鍵穴から中を覗いてみたのさすると意外だったわ誰だと思うその相手は わからないね新しいモデルかいモデルなら何も珍しくないんだけどとても珍重な相手じゃないんだから誰だい僕の知った女かいそう知ってるかもしれないのね名前を言えば誰だって知ってる人なんだから誰だいどうせ言うんなら早く追いよ 白鳥澄子って美人よえあの有名な美人かい白鳥銀行の頭取のそうさだから話が面白いのさだって笠井さんがどうしてそんな美人を引っ張り込んだんだろうやっぱり絵が好きらしいのねそれにこの前白鳥さんの肖像を描いたことがあるのでそんなことで近づきになったんだろうと思うの おうそれで嵐は本題へ戻ってどういうことになるんだい男は好奇のをを輝かして、女の言葉を待ち受ける。どういうことって女たらしの笠井さんのことだから古城は手に入ったものさ相手をウブだと見て取ったので聞いててもくすぐったいような甘いことを並べ立ててものにしようとしたんだけれど相手が本当のウブなもので。 すっっっかり怒ってしまったのさその時の笠井さんの顔ったらなかったのよそれでスミこさんがプンプン怒って部屋を出ようとすると例の筆法で担当を取り出して男の面目が立たないから死ぬって脅しにかかったものさ死ぬだけならまだよかったけどスミこさんの方で取り合う様子がないのでとうとう無理心中してくれと言い出して たたののうにっとをろしさ無論そこまでは笠井さんの芝居だったんだけどみ子さんの身になってみると一生懸命なんだから担当を渡しては大変だと思って笠井さんの手を払いのけてその担当をつかんだのさそうなると今度は笠井さんの方で驚いてしまって取り返そうとするみ子さんの方では死に物狂いでやるまいとする 夢中になって争っているうちに笠井さんがサヤを握ったので担当は両方から引っ張りっこになって白羽がひらめくと思うと笠井さんが「あっ」と言ったなり倒れたのさ私だって本当に「あっ」と言うところだったからスミ子さんがびっくりしたのも無理はないさね真っ青い顔をしてしばらく途方に暮れた様子で立っていたが それでもとうとう右手についた血を拭き取って羽織の上にベールをかけて出ていったのつまり女たらしの笠井さんが天罰を受けたわけなんだけれどでも銀行頭取のお嬢さんが人殺しをしようなんてまったく嘘のような話だわね本当だそれで笠井さんはそれっきりことが切れたんだね助かりっこないわ 心臓を刺したんだもの。おおえらいことをやったものだしかし面白い事件だね明日の新聞は全面ぶっ通しでその記事を載せるだろう白鳥銀行の令状火災画伯を刺すなんてねちょいちょいそういう沈黙を衝動させる事件が起こらなくちゃ人生は単調で面白くない何を言ってるの。バカだねこの人は 耳隠しの線香は相手をたしなめるような冷ややかな目つきで見下しながら新聞にはこんな詳しいことは出やしないのよそれにスミ子さんが殺したなんてことが新聞に出たらこっちの商売にならないじゃないの新聞へ出ないじゃあ警察へ知れる心配はないというんだねそうよスミ子さんが自分で自首して出ない限り 警察へは分かりこないわ。そのことなら私受け合ってもいい受け合うと言ったって警視庁には探偵というやつがいるからねその探偵にも住子さんが犯人だってことは分かりこないのよ私が後からちゃんといいように始末をしといたんだからおかしい後の始末をしといたってどうしといたんだね それは分かってるじゃないの。第1担当の絵に残ったスミコさんの指紋をすっかり拭き取ったさそれからスミコさんが残してきた証拠品を持ってきたんだからどんな探偵さんだって手がかりがないのにどうすることもできないじゃないのなるほどね、証拠品ってなんだねこれさ大事なお金のつるだから 粗末にしないい。でちょうだい耳隠しの線香はそう言って懐から婦人持ちの名刺入れを取り出して男の手に渡したインドサラサか何かの切れ字を皮にしたすこぶる凝った名刺入れである男はその中から優しい小型の名刺を抜いて打ち返してみながらまさに立派な証拠品だ慌てたんだねこんなものを残しとくなんて それで、現場に証拠はないとしても、スみコさんが自首するかもしれんではないか。私は、自首はしまいと思うのよ。笠西さんとは古くからの付き合いではないし、それに、白鳥すみこさんが人殺しをしようなんて、世間では思うはずもないしさ。黙ってりゃ済むことなんだもの。それから、スみコさんという人が、お金持ちのお嬢さんだもの。 震えていたって自首して出たりする心配はないと私は思うのそれも明日の新聞を見れば分かることなんだけれど今夜自由に自首して出なければ決して自首なんかシェアしないわさあそれはちょっと疑問だがねもし自首しないとなると事件は一層面白くなるねそうさそれでお前さんに一つ働いてもらって いいことをしようと言うんじゃないの。なるほど。そういうことになればものになるかもしれん。ちょっと耳寄りの話だて。相手が相手だし、ことがことだし、そう安っぽい仕事じゃないのよ。うん。やっぱりおせんちゃんだけにすごいもんだ。少しぐらい前祝いをやってもいいね。 4火災画伯殺害事件があってからすでに5日の日がたったが事件は迷宮に入ったまま犯人の手がかりは開目つかず新聞にはそろそろ警視庁無能の声が聞こえだした普通の殺人事件でも全然犯人捜索の見込みが立たないとなればとやかくの非難が起こるのは当然であるまして今回の事件は 洋画界の大建物として世間に知られた火災画伯が主人公であるだけにそして当初にこれを報道した各新聞の記事が極めて大げさであっただけに事件後5日の日が経っても全然犯人の目星がつかないとなっては警視庁の活動に多大の期待をかけた世間の失望は決して尋常ではなかったその失望が直ちに警視庁無能の声となって現れるのだからたまらない しかし警察当局は決して手をつかねて遊んでいるのではなかった現場並びに殺害に用いられた凶器についてはもちろん被害者の関係各方面についてもそれぞれ手分けをしてできる限りの捜索はしているのであったことにこうした殺人事件には特別の手腕家として知られた青年探偵の倉橋刑事のごときは事件発生以来ほとんど夜の目も寝ずに活動を続けていた がその倉橋刑事もまだ小森捜査係長の前にこれというまとまった報告をしないところを見るとやはりまだ何らの手がかりもようつかまないのであろう今日も小森捜査係長はいつもより早めに出勤して机に向かうと23の報告書にざっと目を通したが一つとしてこれという報告もないそれも事件後3日頃までは 各方面に活動している刑事からうず高いほどの報告が集まってきたものだが5日目となるともうわずかに形式的な報告ばかりで手がかりと見るべきような材料は一つもないのでいささか記憶さらしていると突然ドアが開いて自動車の運転手としか見えない一人の若い男が案内も壊わずにつかつかと部屋の中へ入ってきた勝手に入ってくるんじゃない むしゃくしゃしていた係長は免許状でももらいに来た運転手が戸惑いしたとでも思ったろう頭からかみつくようにどなりつけたが意外にも運転手はニコニコと笑いながら係長僕ですよと帽子を取って授業したよく見るとそれはおとといから顔を見せなかった倉橋刑事だいやこれはしくじった 君が運転手に変装したのは初めてなものだからね。つい見それてね。係長は気まずさに笑いを紛らして。そういや、一昨日から姿が見えなかったようだが、どうだね。何かメモ紙がついたかね？まだ大体の検討だけで。倉橋刑事は係長の傍らに腰をおろして、タバコに火をつけながら。 大よそこうではあるまいかというくらいなものでまだお耳に入れるところまでは行っていないんですが言ってなくとも大体の見当がついたのはえらい誰だね一体係長の目は輝く名前はいま一日二日待ってくださいいよいよというところまで確かめてみなくちゃ申し上げたくないんですだいぶんこんがらがっていますからしかし 犯人が女であることだけは間違いないようです。女だとそうです。確かに女です。おお、あれで画家としてはなかなか偉なかったそうだが、そこの方はあまり良くなかったらしいね。では、つまり原因は嫉妬とでも言うんだね。まあ、そんなことだろうと睨んでいるんですが、今も言う通り大分こんがらがっていて、 1>, 犯人が1人だか2人だかその辺がよくわからないので実は念のために観識化の意見を聞きにやってきたんですがおかげで大いにうるところがありましたから23日のうちには何とか目鼻をつけるつもりです。そいつはありがたい,い。今に始まったことでもないが新聞で何かとうるさく言うんでなるたけなら早く肩をつけてもらいたいんだ。いや 一切君に信頼して待つとしようところで応援はいらないのかい大丈夫ですなに相手は素人ですから証拠さえつかめば逮捕することは造作もないんですそれに第一逃走の心配は断じてないんですからまあ安心して待っててくださいじゃあまた2三日顔を見せないかもしれませんから青年探偵は 再び自動車の運転手になりすまして警視庁を外に出て行ったかい。髪も借りひげも当たって見違えるような男になったアパートメントの菅さんこと早川幹事は部屋へ通ると座布団の上に大きなあぐらをかきながら聞いた。 まだなとも言ってこないの。耳隠しの線香はタバコ本を勧めながらだからね今日は3人で相談していよいよ最後の手段に出ようと思ってそれで即達を出したわけなのおかしいね手紙は三度やったはずだねまさか届かないのじゃあるまいね届くも届かないも三度目はあの人に持ってゆかしたんだもの そう、前田に持って行かしたんだねじゃあ届かないわけがないねそれで昨日中に返事をくれと言ってやったんだろうそうよ一日二日中にときっぱり書いてやったんだけどきっと震え上がってどうしていいのか困ってるんだろうと思うわそんなことかもしれないねあまり薬が効きすぎて自首でもされたら5万円が不意になってしまうぞ そんな心配はたんじてないわよ自首するとなればどうせ親たちに相談する親たちの耳へ入れば一人娘でもの十万でも二十万でも出すに決まっているさあああの人らしいわね千子は玄関に呼び鈴が鳴るのを聞いて自分から立っていったがやがて二十五六のあまり上等でない背広を着た青年を案内して戻ってきた やあ、早川さん遅くなりました朝から休むというわけにもいきませんでね何僕も今やってきたところさお召しによってね早速ですが分け前の話でしょうね青年はタバコを取ってスパスパと煙を吐きながら言うこの人も気が早いのねそうお安くんは先方で承知をしてくれないんですよ 承知をしないではこっちの申し込みを拒絶するというんですか拒絶するもしないも一切返事をよこさないのよだからねいよいよ最後の手段に出ようと思ってそれでお前さん達にも来てもらったんだけど最後の手段というと仕方がないからどこかへ連れ出して直談判をしようと思うのさそれでも承知しなければ お前さん達の手を借りてどこかへ監禁してさ親御さんに掛け合う方が早いと思うのなるほどそうすれば一も二もないわけですね前田がまず相づちを打った相手が親御ならあなたが持ってる名刺を突きつけて僕があの番の話をすれば文句はないはずですからねそれはいいが呼び出すのにうまい方法があるのかね それを色々と考えたのさ。が結局あの女のお友達に化けるのが一番いいと思ったので調べてみると木村敏子というス子さんの大仲良しの学校友達がこの春京都へ片付いていってるのでその女が東京へ帰ってきたということにでもしてどこかのホテルへ呼び出そうかと思ってるんだけどそれは名案ですね大丈夫引っかかりますよ、ね、え、 ホテルはどこがいいだろう市内じゃ具合が悪いかもしれんね大森ホテルあたりじゃどうだいあそこなら離れもあっていいと思うがね早川の寛さんが言ったそうねあそこなら申し分ないのねでは大森ホテルと決めて私電話をかけてうまくときつけてみせるわちょっと待っててちょうだいさっそくかけてみるから 自動電話じゃダメだぜ。それくらいのことはわきまえているわよ耳隠しのせんちゃんじゃないの6その翌朝の10時ちょっとすぎであった大森ホテルの玄関先に車を停めて降り立った若い美しい一人の婦人があった 京都からお見えになっている木村さんという方がいらっしゃいましょうか。取り継ぎに出た女中を見ると、彼女は静かな声で言った。私、白鳥と申します。おうおう、木村さんなら朝のうちからお待ちからでございます。さあ、どうぞ。女中は先に立って長い廊下を左右に中庭の月山を越えて、見晴らしのいい離れの方へと導いていった。 そこはすぐ目の下に海を見下ろす和洋折衷の小ざっぱりした離れ座敷で感性をすく外国人客などの喜びそうな部屋であったどうかこちらへかねて言いつけられてでもいたのか女中は西養室の方へ案内して扉を開けながら行った彼女は静かに中に通って窓際の椅子に腰を下ろした3分とたたないのに 入口の扉がそっと開いた彼女は懐かしい友の姿を久々に見る嬉しさにつと椅子を離れて立ち上がったがそこに現れた2人の人の顔は懐かしい友の顔ではなかったそれは意外にも彼女の身も知らぬ初めての顔であったと同時に彼女は何かしら恐ろしい予感にでも襲われたふうで 真っ青い顔をして思わず後へし去った白鳥さんどうかまあおかけくださいまし立っててお話をできません先に入ってきた女は彼女の逃げ道をふさぎでもするようにテーブルを隔ててドアを後ろに二つの椅子を並べながら自分からまず腰をかけて私どこかでお目にかかったようにも思いますが まあ、初対面のご挨拶を申しましょうね私千って中から度々手紙を差し上げた太田千子と申すものでございますこちらは早川さんといって今度のことでご相談を願っている方なんでございます真っ青い顔をした彼女の唇は何か言おうとしてブルブルと震えたしかしその口からは一言も声は漏れなかった 早速ですけれど今日ここへ来ていただいた理由を何かと申し上げる必要はないと思いますがいかがでしょうねまさか白鳥のお嬢さんが法廷に立つわけにも行くまいと思ってあんな手紙をあげたんですけれどお返事がいただけないので仕方なくおいでを願ったわけなんで今さら何もことごとく申し上げるまでもないことなんですが耳隠しの線香はそう言って。 すごい音色でじろりと相手の顔を見た私あなたからお手紙を頂い,いた覚えはありません極度の恐怖におびえながらもその声は凛として響いた手紙をもらった覚えがないんですって冗談をおっしゃってはいけません二度は郵便で一度はじきじきにお宅へお届けしたんですよそれを受け取らないなんてしらばくれては困りますね だって私一度も受け取った覚えはないんですものないとおっしゃるそうではそれでもいいんです手紙は破いたって証拠は破けませんからねスみ子さん私はねあの晩のことをすっかりこの目で見てるんですよあなたがいくらしらばっくれたって 私が警察へ行ってあなたの名刺入れをしおこにこうこうだと言えばそれっきりじゃありませんかそれにあの晩あなたを乗せて行った自動車の運転手もあなたの羽織に血がついていたことを知ってるんです監獄へ入ることを思えば5万やそこらの金は何でもないじゃありませんか私そんなことにお返事はできません できないとおっしゃるの赤ん坊じゃあるまいしそれではあなたのお父さんにお話しして出していただくより他はありませんね綾早川さんぐずぐず言うよりその方が簡単に事が運んでいいでしょうな父に相談するとおっしゃるんですか恐ろしい脅迫者の瞳を避けてうつむいていた彼女は 怯えきった顔をつとあげて悲痛な声で言ったそれだけはおよしください私誰も知るまいと思って黙っていたんですけれどあなた方がご存じとあれば自分で自首して出ます今からすぐに自首して出ます今更そんな首相らしいことを言ったって誰が本当にするものですか手紙さえ見ないなんて嘘をつくくせに いいえお手紙は一度も拝見しませんのでももうそんなことを言ってはいられません私これからすぐ自首して出ますから彼女はその美しい表に悲壮な決心の色を見せてつと椅子を立った自首して出られてはことは破滅だ美タ一文にもならないばかりかこっちはかえって恐喝罪に問われねばならぬ2人はそれとみて 目と目で物を言いながら彼女の行く手に立ちふさがったどうしてください私警察へ行くんですからいや警察へ行く必要はないんだ早川はその大きな手で打ち震える彼女の手首をぐっと掴んで椅子の方へ無理やりに押しやろうとする彼女は肝狂乱の手でその手を振り向いて部屋を外に出ようとする その檻も折り、扉がさっと開いてつかつかと駆け込んできた青年が物も言わずに3人の間へ割って入ったと思うとカチリという音と一緒に大男の早川の手に黒金の手錠が目にも止まらず食い入った何をするんだ前だ前早川はうなるように怒鳴ったしかし青年はそれには耳も貸さず はやぶさのような素早さで耳隠しの線香の細腕をつかむと見るとこれもまた手錠をカチリとはめた目にも止まらぬ早業逃げる間も手向かう暇も与えなかった「つみこさんもう大丈夫ですどうかおかけなさい青年は2人の本を尻目にかけつつあっけに取られて立っている霊場に話しかけたつみこさん ずいぶんししばらくでしたね。僕を覚えていますかあなたが小さい自分にお宅にご厄介になっていた倉橋です倉橋さんまあ私すっかりお見それしていましたわ彼女は恐怖と驚きの情を強いて抑えながらそれでもなお打ち震える声で答えた思い出してくださいましたか長年ご厄介になりながら 妙なことが好きで7年前にお暇をいただいて以来すっかりご無沙汰していましたが不思議なご縁でした7年ぶりで昔のご恩法事ができましたご心配には及びません一切の事情は僕が知っていますからあなたには何も罪はないのです火災氏を殺害した真犯人はここにいる耳隠しの千子という女ですええ 私が犯人だって？何を寝ぼけたことを言ってるの,この人は千子は手錠をはめられたまま体を揺すぶって怒なった犯人か犯人でないか今に説明をしてやるから黙って聞いているがいいそれよりもまず僕を紹介しておこうタクシーの運転手前田だなんて言ったのは君たちを騙すための真っ赤な嘘で本名は警視庁捜査課の倉橋刑事というんだ よく覚えとくがいいはん少々は驚いたろうそれから貴様を真犯人とにらんだ筋道だ僕は貴様のように鍵穴からのぞいてはいなかったが目に見るように説明してやろう純子さんの手にした担当に誤って触れた火災士が昏倒して一時意識を失ったのを純子さんも同様貴様も死んだとばかり思っただろうそこで これを種にスミコさんから金をゆすろうと悪党らしい考えを起こしてそれには証拠をなくさねばと担当の柄に残ったスミコさんの指紋を拭き取りにかかった時に火災師が息を吹き返したのだ貴様は驚いたに違いないしかしそうなると恨みと欲だ捨てられた恨みに兼ねてゆすりの材料をこしらえようと貴様は 今指紋を拭き取った担当をまた傷口に突き刺したのだそしていよいよ火災士の息が絶えたのを見て再び指紋を拭き取って床に落ちたスミ子さんの名刺入れを拾いすぐその足で仲間を見つけにアパートメントへ駆けつけたのだどうしてそれが分かったか聞きたいだろうことは極めて簡単だすっかり拭き取ったつもりでも 担当ののの絵ににはおぼろに二人の指紋が残っていたのだしかもその中にたった一つの親指の指紋が立派に残っておったのださらに担当についた血の乾き具合から前後二度に突き刺したことが分かったのだその事実は心臓部の傷口も立派にこれを証明しているそこで僕はまず犯人が二人であると睨んだのださて それかか。ら犯人は誰か被害品がない以上物取り強盗ではないそれなら異種遺恨の殺人か西市の底を調べ上げると女の関係が多い中でも耳隠しの汚染が最近まで西市の上司であったことそれがこの春ごろから見捨てられて加西市を恨んでいることはその日のうちに分かったのだ 貴様が新宿のアパートメントから戻ってきた時貴様はもうすでに監視のもとにあったのだその翌朝貴様は新聞を見て犯人不明と知って早速第1回の脅迫状を住み子さんに送ったろうなんぞ知らんその手紙はポストから僕の手に入ったと聞いてはさすがの貴様も驚かずにはいられまいおかげですっかり事情は分かったのみならず その手紙で貴様の指紋も取れたのだそこで僕は運転手に負けてまず貴様の相棒の早川に近づいたのだ新宿のバーで前祝いの酒を飲んでいる早川のそばへ行って酔ったふうをしてあの晩羽織へ血のついた霊状を乗せたなんて口から出まかせをしゃべったところ早川のやつもし僕に密告されたらそれきりだと思ったろう 早速貴様のところへ連れて行って僕を仲間に入れたのだそれからあとはご存じのとおりだ二度目の手紙もちょうだいするし三度目に僕がじきじき持っていったはずの手紙もすっかり恐喝の証拠品に僕がちょうだいしてしまったのださあこれだけ説明すれば文句はあるまいスミコさんに罪はないのだ最初の傷は過失でもある いいと言ってもいい同じ刃でも加西氏の致命傷は貴様が与えた致命傷だ。